悲しみ誘うミッドナイトこぼれる愛をちょうだい黄色いリンゴをかじってる君は人知れず大人になるため息色して迷い込む愛を探して生きてる短期間にダルマを壊滅状態に追い込んだお手並みお見事です。さすがアイリ様。どうも。あなた方の秘蔵っ子も活躍の場がなくなって寂しい限りですな。それでも研修はあるんだよな。あ、それはそっちじゃ。え、ああで、そんなことをおっしゃるためにわざわざお見えになったのかしら。いやいや、まさか神だけ活躍の場をぜひとも今度は銀河軍でと思いまして。はあ、よくこの程度で済んだわね。普通ならもっとお怪我してるところよ。慣れてますから。はい、これで終わり。あ、さすがダルマを壊滅させた人ってところかしら。は、一番の出世頭よね。もう大丈夫です。 ありがとうございました。さて、次の部署へ急がなきゃ。軍での活躍ですか。物騒な話ですわね。どこかと戦争でも始めるのかしら。とんでもない。ただ GP のおとり部門限定では宝の持ち腐れではありませんか。なるほど、まあ正論ですわね。今日はご挨拶に伺っただけですので、これで失礼します。すぐにでも銀河連盟から書類が届くと思いますので、その時はよろしくお願いします。わかりました。アイリ様、思ったより早かったわね。これがペットですか。今の流行りでね。世話の仕方はそのガイドブックに載ってるから。はあ。それじゃあ俺は他の動物たちのところに行ってるんで、あと頼むな。あ、はい。何からすればいいんだ。やっぱり餌かな。餌は、え、なぜです。どうして紙だけを軍に渡さなきゃいけないんです。もうそう怒鳴らないで。でも書類は正式なものよ。これを出されたら何も反論できないわ。しかし紙だけには水木が。天族は紙だけのみ。個人のものである王家の船まで渡すわけないでしょ。だったら紙だけだってシェーナのものだ。あれは和州様から譲り受けたもので。残念だけどそうじゃないの。従来制で行った全機体の廃棄書類に不備があってね。現紙だけは前の機体の改装体扱い。つまりは今でも GP の船ってことよ。ではすぐに和州様に連絡を取って名義変更を。そうね、けど一時的とはいえ所属が軍になるのは避けられないわ。だったらキリコ、水木を外す必要はないぜ。水木がキリコのもんだって突っぱねてる間に登録外をしちまえばいい。子供のだだね。そんな理由が通用するとでも思ってるの。これ幸い王家の船ごと持っていかれそうになって一悶着起こして公務執行妨害で逮捕かしら。ただの配置換えにせよ、技術調査が目的にせよ、銀河軍も GP の一部門だからね。反対する理由がないわ。
王家の船と同等の力を持つプロフェッサー和州の最高傑作。その船とメカニズムを欲しがるのは当然のことよ。それはジュライもですか？もちろん。だってジュライの優位性を失う可能性のある技術ですもの。失業の可能性もあるアカデミーも同じこと。だからといってジュライが率先して髪だけを調査することはできない。それは他国に余計な警戒心を与えるだけだから。ま、そういうことかしら。福ちゃんを政治の道具に使うのですか？そうよ、私はそういう立場の人間だもの。アイリ様、アイリ様は以前福ちゃんは和州様の娘さんだってそうおっしゃって。無駄よ、これは命令なんでしょう、アイリ殿。そうです。そんなやり方ってあるのかよ。渡しません、福ちゃんは絶対に渡しません。おい待てよ、私も行く。ああキリコさん、アマネさん、瀬戸様、私も政治の何たるかは多少なりとも分かっているつもりです。でも今は個人ネージュとして行動したいと思います。キリコちゃんたちのことよろしくね。初任課の山田聖奈を呼び出して。ああ、あのこの前の決闘見に行けなかったんですよね。いいから早く。どうして船体登録の書き換えにこんなに時間がかかるの？事務処理コンピューターが定期メンテナンス中で渋滞を起こしてるみたいです。事務処理コンピューターがなんで？アイリ様と瀬戸様の仕業ね。多分そうでしょうね。どうします？バイパスを作って紙だけで情報処理をさせましょう。ここには現在のアカデミー最高のコンピューターがあるわ。その間目の見えない状態になるし、立派な不法アクセスよ。いいの？無理強いはしないの。忘れたの？私は海賊よ。楽しそうですね。これで向こうさんも動きを早めざるを得なくなったでしょうね。それにしてもキリコちゃん、自分が瀬戸様直属の諜報部員だってことすっかり忘れてるみたいですわね。いいんじゃありませんか。瀬戸様みたいな根性悪の老下クソババアになるのはもっとずっと先で構いませんでしょ。さてお掃除を始めましょうか。終わったみたいだな。こっちは。アマネの方は聖奈ちゃんと連絡取れた？いや、なんか研修中にトラブったらしくて直には無理だった。もうこんな時に何やってるのかしら。助けて。何をやってるんだ。何って、餌を。いや、君が餌になってるようだが。で、船体登録は変更できた？3日、いえ2日軍が動かなければ勝ちよ。私たちの転属指令が4日後だから楽勝だな。あら、ネージ様と福ちゃんは？アマネさんのペントハウスに戻ってます。福ちゃんのご飯の時間だからって。あ、そう、気楽なもんだな。ん？あ？なんだよあんたら。水木ユニットの取り外しは終わったようですな。銀河軍執行部のものです。これより銀河軍による神岳の搬送を開始します。そんな早すぎる。引き渡し期日はまだ先のはずです。山田聖奈以下クルーは現時点をもって神岳乗員の任を解かれております。すぐに本部出頭の上次の指令を受け取るように。何やってるのかしらね、おばちゃんたちは。もう安心なのにね。やめん。エイジナ・メルマス様、神岳の AI ユニットは軍所属となりましたので接収させていただきます。まるで強盗ね。それに顔も見せないなんて礼儀知らずのいいとこ。あなた様が力を使わないとも限りませんから。まあ力なき者の臆病と思って許してください。ただいま。はあ、散々な一日だったな。
かいるの？あ！ネイジちゃん、どうしたの？何があったの？ごめんなさい、お兄ちゃん。服ちゃんが。服が？館長山田聖奈です。速やかに服髪だけを返還していただきたいのですが。あなたが有名なドーレライ聖奈殿ですか。お会いできて光栄です。あかん、ちっとも思えへん。しかし申し訳ありません。これは銀河連盟の決定事項でして、私どもも命令によって動いているだけなのです。私の一存ではとても。超空間ジャンプ準備完了。では急ぎますので。ちょっとまだ話は。くそ、チキショー、どうする。追いかけるにしてもどこに行ったのかわからないし。ええー、な、炭酸ビンビンで。あ、そういや NB、ここんとこ元気ないな。あかんのや、あの晩以来、ワイワってあの船追っかけるんやろ。でも行き先が。さっきまであの船の更衣室にアクセスしとったんやから大丈夫や。本当か。あ、でもこの船外宇宙用ユニットつけてないから。炭酸、女は秘密が多いもんやで、怖いもんやで。は？ジャンプした？ついてたんだ、外宇宙ユニット。とそんなことより、前方に個人所有の不可侵注域あり、航路を変更してください。どういうことだ。ここまで来て航路を変更したら服を見失う。行くしかない。何？セイナが髪だけ追いかけてった？キリコのクルーザーでね。そんな無茶するな。最悪軍と一戦交えることになるぞ。セイナお兄ちゃんの運の悪さからするとその可能性は大きいわね。軍との喧嘩ならいいけどね。理事長。あら怖い顔、美人が台無しよ。あの、さっきの軍との喧嘩というのは？輸送の軍ごと神岳が行方不明になったのよ。え？各軍代表の連合調査チームとの合流地点に現れなかったそうよ。もちろん聖奈君が乗っていたクルーザーもね。まさかもう一戦交えちゃったとか。さあね、どちらにしろ面倒なことになったことに変わりはないわ。ん？ミサオちゃん。マサキキリコ、アマネカウナック、リョウコバルダ、ネージナメルマス、以上4名を輸送船団破壊強奪幇助の容疑で身柄を拘束します。どういうこと？ミサオちゃん。アマネさん、ちゃんはやめてください。どういうことなの？輸送船団破壊強奪幇助って。ミサオちゃん。とほほ、キリコさんまで。 GP アカデミー研修生である山田聖奈が神岳を追跡した後、輸送船団の所在が消えました。彼が輸送船団を破壊して神岳を持ち去ったという嫌疑がかかったんです。そんな、聖奈様はそんなことをする人ではありません。それを今から調べるんです。ミサオちゃんとマシスの結婚式の時、お祝いって歌も歌ってあげたのに。それは感謝していますが、公私混同はやめてください。とにかくおとなしくついてきてください。各家の立場を危うくしないためにもね。一体どこまで行くつもりなんだ。女に深入りしたがやけどするで。へえ、土星に似てるな。青い星、地球型の惑星か。あ、なんだ、識別信号レッド、海賊。ここで自分もええかもな。ダルマーの残党。いや違う、なんか武器は、武器は何にもないの。ここを自由にお使いください。くらみつけの別宅ね。ずいぶん待遇がいいじゃん。そうじゃないと文句言うんでしょ。取り調べの間
ここで生活していただきます。出入りのいい軟禁ね。すいません、軍人なもので。しかしここにいる限り施設類は自由に使ってくださって結構ですよ。何でもね。それでは。キリコ、ええ、これね。これって最新型の大型端末だわ。これで調べろってことね。また後で歌でも歌ってやるか。なんとか不時着できたのはいいけど、近くに海賊も来てたはず。お前、この近くで外宇宙用のクルーザーを見かけなかったか？見てない、知らないよ。まあいい。お前水泥棒か。村の連中への見せしめだ。やめろ！大丈夫？怪我はない？うん。息子を助けていただいてどうもありがとうございました。いえ、 GP ですから。それに俺のせいかもしれないし。はい。いえ、何でも。おお、あんたこそ伝説の勇者様じゃ。ちょっと、生きているうちに勇者様にお会いできるとは。これでこの村も安心じゃ。え、はあ。本気にしない方がいいよ。じいさん、よそから来た人全員に同じこと言ってるから。 RPG かと思った。さあ村の衆、今宵は歓迎の宴じゃ。俺には用事が。いいじゃんお兄ちゃん。そうですよね。はあ。あったぞ、例のクルーザーだ。何か情報は引き出せたか？いや、防壁が固くて無理だった。だがこんなやつを見つけたぜ。あかん、燃えへんって。これキリコ班のおパン。歓迎してもらえるのは嬉しいんですが、この人たちは。ほれ、こういう席にはつきものですじゃろ。英雄色を好むというし。ちょっと違うと。勇者様には少なすぎましたかの。違いますって。なあ勇者様、もっと飲んで。俺未成年だし。勇者様にお会いできるなんて感激です。いや、ですから勇者ってわけじゃ。嬉しいわ、これであいつらに怯えなくてもいいんですから。でもなんでこんなところに海賊がいるんだ？さあ、この星の持ち主が亡くなった後、急にやってきて基地を作ってさ、畑は荒らす、家は潰す、地下水を大量に汲み上げて村の井戸も枯らすし。だから俺、あいつらの基地に水汲みに行こうとして。それで今日。あのさ、GP に連絡すれば海賊たちを追い出すことができるよ。本当？うん。だからあいつらのことを詳しく教えてくれる？あいつらのことか。そういえば、確か奴らはシャンクギルド、そう名乗っておりました。シャンクギルド？まさかタラントシャンク？知ってるのお兄ちゃん。それあいつらのボスの名前だよ。神岳とのリンク完全に遮断しています。脳波シンパシー定期で振動。タラント、なんでタラントは研究？どうかしたの？軍が神岳を持って行った。それを追って個人所有の中域に入って、海賊が襲ってきて、その近くの星にタラントの基地。まさか軍とタラントがつながっている？お兄ちゃん、服が危ない。なぜ解剖検査をしない？こいつは途方もない技術の塊です。とてつもなく精密な生態に小さな宇宙並みのエネルギー質量を内包してます。とてもじゃありませんが、こんなものを分解できるものなんかありえませんよ。しかもまた嫌になるくらいの強固な生態ガードを持ってると聞いてる。クローニングは？ああ、それだ。採取できた体毛や唾液などから何体か作ってはみましたが、外見こそ検体と同じですが、ただの動物にしかなりません。
役立たずが。猟奇タイプ、いまいましい船だ。タラント様、山田星名を発見しました。 D32 地区です。無茶だよお兄ちゃん、一人じゃ無理だって。基地になんて言ったら殺されちゃう。でも服を助けないと。さすがは勇者様じゃ。じいさんも止めろよ。なんだあいつらだ。タラント様の命令だ。山田星名は必ず生け捕りにしろ。村の奴らはいいんでしょ。やりすぎるなよ。皆の者、神殿じゃ。神殿に逃げ込むのじゃ。すまん、あいつら。お兄ちゃんも早く。でも早く。ローレライ星名は見つかったか。どうやら村の奴らと山へ逃げ込んだようです。全員無事に逃げられたようじゃな。ここまで来れば一安心だよ。あいつらこの神殿のことは知らないから。へえ、でも神殿って。ここはわしらの神が祀られておる神聖の場所なんじゃよ。あれよ、あれがわしらの神の姿じゃ。なんだこれ。神殿に逃げ込んだ俺たち。そこにある心臓は村に危機が訪れた時おたけびと共によみがえるって長老さんは言うけど、でも動かないじゃん。次回天地無用 GXP パラレル。悲しみ誘うミッドナイトこぼれる愛をちょうだI don't know.
遠い遠い昔のことじゃ。わしらのじいさんのそのまたじいさんのずっと前の頃、この村を襲った邪悪なる者を神は勇者の力を得て打ち倒しなさった。ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、その強さはまさに鬼神のようじゃったという。はあ。以来この村が邪悪に包まれし時、一人の勇者が現れ、神は雄たけびと共によみがえる、そう言い伝えられてきたんじゃよ。これがですか？ただの作り話だけどね。あ、そうなの？だいたいこの村ってじいさんが言うほど昔にはなかったもの。大変だ！入り口に奴らの兵器が。なんじゃと？私に何をしろと？ダメ。おいキリコ、今の航路認識塔のデータは？ここね。なんかモヤモヤする。うまく言えないけど気持ち悪い。確認するわ。すごいわね、浜根さんの勘。セイナお兄ちゃんの悪運ほどじゃないにせよ、ミステリーだわ。あまね、正解みたいね。こっちも改ざんされているようです。残存エネルギーから予測航路が割り出せるわ。ってことはやっぱりセイナは無実なんだな。ええ、神岳を輸送した船団は襲われたんじゃないわ。さもそう見えるように偽装して姿をくらませたのよ。どういうこと？誰かが神岳を独り占めしようと企んだんでしょうね。まさかあのクソババア？可能性としては高いわね。でもこれを見て。輸送艦の向かった先は GP や連盟のネットワークの密集地帯よ。どこかが独占しようというのだったら一番避けて通るところだわ。その真っ只中に消えたなんて、まるで幸運艦ね。そうするとますますセイナお兄ちゃん犯人説が確定しちゃうじゃない。幸運艦を超える悪運、疑われても仕方ないかもしれませんね。おい、ここって。やっぱり目をつけてるね。待たせたね。小町さん、どうでした？あんたの言う通り、その中域の管理者のバックにはとある海賊がいるらしいよ。海賊ですか？一体誰だ？悪いね。私に分かるのはそこまでだ。ありがとうございます。それだけ分かれば十分です。礼はいいよ、坊やには借りがある。頼むよ、あんたたち。セイナ君の行き先が分かったみたいね。バカな、ここまで襲ってくるとは。お兄ちゃん。山田セイナと村の連中が逃げ込んだ洞窟を発見したそうです。山田セイナは殺すな。奴は私の獲物だ。タラント様、これはどうしましょう？捨てろ。危ない。大丈夫ですか？しっかりしてください。お母さん、お母さん。あいつら。神の目覚め。やはりあなたは伝説の勇者様じゃった。俺が？すげえよお兄ちゃん、本当に勇者様だったんだね。いや、そう言われても。
伝説にはこうある。我らが神勇者を逃げとするとき、大いなる力にて蛇を打ち倒さんと。逃げって もしかして生贄頼みましたぞ勇者様。お兄ちゃん頑張ってね。こんな穴蔵に逃げ込むとは、まるでネズミだな。出てこい山田聖だ。そこにいるのは分かっているぞ。あ、ここは座れってか。あ、これまさかロボット？動く。絶対孤独隊侵入開始だ。船もいいけど、やっぱり男は巨大ロボットだよな。え？勇者様万歳！神様万歳！持っていた甲斐がありましたぞ。これもう少し借りていいですか？え？服を助けたいんです。借りるも何も勇者様と神は一心同体、思う存分やってくだされ。ありがとうございます。奴らの基地はどこにあるんだ？あれか。ふくつけ。山田聖な。服はどこだ。言え。瀬戸様、三上様よりご連絡です。キリコ様以下4名が軟禁状態の倉光家別宅より逃走いたしました。警備の隙を突かれたそうです。あらまあ物騒ね。4名はキリコ様の水着で宇宙へ逃走、その後行方不明。
ということでよろしいですか？とのことですが。結構よ。それじゃこちらも出発しましょうか。はい。やるからな。服。ごめんごめん、遅くなっちゃったね。もう大丈夫だよ。さあ、ここは危ないから。どうしたんだよ。え？これは。ひどい。山田聖奈。貴様、また貴様は私を怒らせた。今度は殺す。確実にな。お前なのか。この子たちにひどいことしたのお前か。それがどうした。私が貴様に受けた屈辱に比べればたかが猫ウサギ。よくもやるのか。望むところだ。よくも、よくも。力を感じる。これは、これは。何をしている。叩き潰せ。なんだ。水木ユニットはなかっただろうが。タラント様、あれはどこのデータバンクにもない機体です。ここは一旦引いて。でも私に指図するな。全艦上がれ。宇宙で蹴りをつけてくれるわ。どうしたの水木ちゃん。セナ、三日神？まさか。
ことだタラント、こんな事態になるとは聞いていないぞ。少々予定が変わっただけだ。使えなくなったものは排除すればいい。我々に協力しろと。共存共栄、貴様らが言ったセリフだ。よかろう、貸しを作っておくのも悪くない。もうこの星は用済みだ。全艦出力最大、心臓もろとも消滅させよ。撃て！見て！おお、危ない！反応ロスト。よし、続いて惑星を粉砕。同心感知。何？ランダムジャンプだ。しかし味方の攻撃は。あんなもの時間稼ぎにしかならんわ。この船だけ逃げ切ればいい。超空間に入りました。己山田聖奈、必ず殺してやる。すべてを奪い去って。バカ。我々は夢を見ている。高異次元生命体との遭遇記録には、そのほとんどの場合、我々の物理法則では考えられない現象が観測されるそうです。何を言っている。信じられないことに、彼らは物理法則そのものを書き換えてしまうんですよ。基礎的な概念であるはずの物理法則すら彼らには絶対じゃないそうです。バカバカしい。軍人が学者面して御託を並べる暇があるか。では司令がおっしゃったように、我々全員が夢を見ているんでしょうかね。機関より友軍各艦に次ぐ、全艦機関を停止し、全ての攻撃態勢を解除せよ。貴様何を。なんだ。司令、ああはなりたくないでしょう。涼子さんにネイジュちゃんまで、みんな揃ってどうしたんです。どうしたのじゃないわよ。勝手に飛び出して行っちゃって。失敗するに決まってんだろ。セイナちゃん、まだ復活やで。めっちゃ調子いいで。全滅だと。冗談にも程があるぞ。タラントシャンクはどうした。わからぬ。だが奴の消息など我々にとっては取るに足らぬこと。問題は鬼姫にこちらの尻尾をつかまれたかどうかですな。それはなかろう。意思決定は司令クラスでされているように細工してある。いかに鬼姫でもそこまで介入できるはずもないか。まあ今回は仕方あるまい。おいしい金づるは一本ではないのだからな。失礼いたします。ん？誰だ。山田聖奈の共犯として捕らえておりました4名の逃走につきまして、ご報告に上がりました。報告だと。くだらん用事だな。入れ。はっ。年貢の納め時ですね。
ちょっと待って、セーナ。なんか今、服がいっぱい見えたぞ。空耳じゃなくて、空目ですね、セーナ様。わーい、服ちゃんがいっぱい。セーナちゃん、どこで拾ってきたの？TP じゃそんなに買えないわよ。やれやれ、本当に人騒がせな子ね。それにしても、あれは…が終わり、天音さんの家から寮に戻ることになった。これからしばらくは通常のカリキュラムだ。それなのにどうして俺がこんな偉い人たちと一緒にいるの？次回、天地無用 GXP 卒業。